ます。全裸でマッパでこんにちは。こんにちは、マッパ。全裸が再開して早速、ナイムネンタープライズの、ナイムネンタープライズ、ないし、ねえし。矢作さんとヒカスさんが胸のことでいじられていました。うん。かくいう私もフラットな胸の一人で、フラットな胸。田村さんおすすめの光包丁に興味津々だったりします。はい、ある側の、大事大事。佐藤さんと島田さんは普段、はい、胸にいい運動や食生活をしていたりしますか？特にしてないです。してないよね。してないよね。別になんか、うん、唐揚げとかも、そんなに、うん。そんなに食べない。ね、食べないよね、うん。誰か言ってたよね。すっごい唐揚げ食べてるって。誰だったっけな、だから、あれ、ひ、あれ、ひ、た、た、あれ、あれかな、誰かな、ちょっと思い出せないんですけど。ね、光包丁だって、すごいなんか私たち、うん、ここでね、全然やってなかったら、うん、まあ、縁がない情報だよね。そうだよね、うん。知らなかったしね。そう。でも、うん実は、この間、ちょっと生徒会役員どものメンバーで集まって、飲み会をしてじゃないですか。あの時ね、田村のむっちゃんも来てくれてたんですけど、なんかむっちゃんが、光包丁のトライアル、受けてきました。受けてきたの？そう、今日生徒会の、みんなのね、飲み会があるから、これは、と思ってその日に受けてきたらしくて。って気づいたそれ。ね、とみ。全然わかんなかった。わかんないか。ま、一回だからね、きっと何回か通うようなね、ものだから、一発でね、バーンってなったら、そりゃそうだよね。危ないよね。ねえ。だから、今度ね、むっちゃんがもし全裸に来てくれたら、うん、もうその光包丁についてすごい詳しく、教えてくれる。なと思った単語は、どう大きくなったって、おはぎちゃんがすっごい食いついて、うん、ねえ、むつみどうなのね、ねえ、どうなの後でちょっとトイレに行って触らしてみたいな感じになってて。食いつきすぎだよ。むっちゃん曰く、張りが出ました。本当に、はい、でも、それは、ちょっと、まあ、でも、冬だし。気のせいじゃない？気のせいかな？そうだ、なんか女性ホルモンのさ、影響でそういう風になる時期もあるしさ。そっか、なるね。ね、そういう時期だったんじゃないかな。じゃないかな。残念だな、むっちゃん。残念だな。だって、あれでしょ光包丁って、うん、その自分の胸の潜在能力ですよね。うんうん、引き出すから、うん。潜在能力を持ってる人は大きくなるんでしょ？はいはいはい。あ、つまり、それがあるから、次第だから、そうなんだよね、どんなに光を当てようがない人はずっと、うん、そう、ひらめったいかなということなんですね。なるほど。だからもし、はい、もしかしたらね、うん、その、朝ポンに、うん、もっと大きくなる潜在能力があって光包丁に行ったら、うん、もっと大きくなっちゃうかもしれないから、ね。なっちゃうかもしれない。そう。結べるようになるかな、右手左に。キュッて。長くない？できる？やれちゃう？それ、もうあと60年ぐらい待ってもらっていいですどうする？なんかさ、大きくなるって言ってもさ、いろんな形になったり、あるじゃない？ね、いろいろ形ってあるんですって、その名前、うんうんうん、お椀型とか。あ、どうする？まっすぐロケットみたいに伸びてちゃったりさ。もうなんか、それをネタにして、お風呂に入る前にこう遊ぶしかないよね。そうだよね。そうだよね。あと、なんだっけ、最近、雑誌で、おっぱい体操ってあるの。知ってる？知らない。テレビとかでもなんか、やってますよね。教えて。桃江さんのためにも教えてあげて。なんか、脇の下ってリンパが通ってるんだけど、はいはい、まずはそこをこう、揉みほぐすのね。脇の下をゆっくり揉みほぐして、で、その脇の下から胸の下にかけてこう、ぐーっとこう、お肉をこうやってキューっと持ってきて、で、あと、おっぱいをね、こう、軽くこう、揉むんだって。揉むんだ。そう、揉むんだ。朝晩めっちゃ揉んでるけど。めっちゃ揉んでます、自分で。お互いに揉んでます。なんだっけ、こう、ちょっとプルプルさせて、で、恥ずかしい。こう、プルプルさせて、こう。で、なんていうの、この、先端の部分を、乳首ですね。そこの部分を、つまんで、こう、引っ張ってちょっと離す。やだ、それはやだ最後だけやりたくないよ。いるのそれ、最後の。なんかね、いるみたい。で、プルッとさせて、で、こう、最後にふわっと形を自分で整えて、っていうのとか。あるけど、そういうおっぱい体操があることを早くおはぎちゃんに教えて、なんだろう、雑誌、ね、どの雑誌に載ってるとか教えてあげた方がいいのかなって思ったりとか。あとはさ、私もね、心理的にも、そういう気持ち安定させるっていうのもすごい大事なんじゃないかなと思って、胸を大きくするおまじないっていうのをね、仕入れてきたんですよ。そうなの。で、発表するね。ね、三日月の綺麗な夜に、はい、窓辺に立って、両手を前に伸ばして、両手で三日月を包み込むようにするんだって。あ、こうかな。そう。1分目処に、目を閉じるんですよ。で、心が落ち着いてきたら、胸が大きくなるイメージをしながら、デメテル、デメテル、デメテルって、こう7回言うんだって。デメテルって7回言うんだ。そう。で、これをつぶやくのを三日月の夜に続けると、
あなたも巨乳になること間違いありません。それプラス光補強とさっきの体操やったらいいんじゃないかな。うん、そうだね。あと、あれだよね。あの、よく女の子はさ、下着のサイズ、うん、をなんか、小さく見積もってる人が多いって聞くよね。え、そうなの？何のために？そうそう。なんかね、あの、わかんないんだって、これが自分のジャストサイズなのかわからないっていうことと、うん、あと、下着をつけるときって、うん、あの、実はこう、ちょっと上半身を倒すじゃない？こう、下に向けてふっと。そうなんですよ。そう。で、はい、背中の肉とかをこう持ってきて、盛るじゃないですか。盛、はいはい、る盛る。その技を、知らん、あ、でもどうなんだろう、おはぎちゃんそれをやってもあれなのかな、うん、あ、あ、細いからね。あ、そうそう。持ってくる肉がないのかもしれない。れないあ、残念。そうだね、残念だね。はい。いや、でもこの間、ね、恐ろしいパッドを見つけたんですよ。何？パッドって、うんうんまあ、普通ね、ブラジャーの、外乳側に入れるところがあるんですよ。女性の皆さんわかると思うんですけど、うん、それをね、ワイヤーの、この下の部分に入れるってパッドがあって、うん、要は下乳を上げると、上が膨らむんです。トップが高くなるわけ。あ、なるほど、なるほど。大きく見えるっていう、ドレスとかでも使えるようなタイプのやつがあって、うん、怖いなーって思った。すごい、ね、なんか、世の中、やり方によってね、どう見せるかっていうの。あの、すいません、スタッフさんこれメモって、おはぎちゃんに後で。そうです、教えてあげてください。教えてあげてください。デメテル、デメテルですから、はい。デメテル、デメテル。ということで。はい。いや、なんかすごく勉強になった。そうだね。この番組から巨乳が増えそうだね。はい、巨乳が増えます。デメテル、デメテル、デメテル。